皆さんこんにちは、刑事チャンネルです。今日はですね、名作ゲーム百物語ということでですね、過去に僕が経験した、名作と呼ばれるゲームを紹介していく動画となっております。まあ、以前はねクソゲー百物語っていう名前でね、まあ、面白いゲームをね、いじる動画を作ってたんですよね。やっぱり有名なゲームをクソゲー呼ばわりするとですね、多くの人から叩かれるので、まあ神ゲーを紹介するような形にしておりました。まあ以前のものとかもあるんで、よかったら見ていただいたらとは思うんですけれども、別に本当にクソなゲームをクソゲーだってバカにしてる動画ではなくて、すごい面白いゲームの面白い部分をちょっとピックアップしてただけなんで、そこだけちょっと誤解なく見ていただけたらいいと思うんですけれども、今日は、まあ、そうなんですよ、そんな話はどうでもいいんですよ。今日はですね、紹介したいゲームが一本ありまして、それはこちら、ゴッドハンドですね。こちらはですね、2006年にですね PS2 で発売されたゲームなんですけれども、これクローバースタジオっていうところが作って、カプコンが発売してるんですけど、クローバースタジオの三上真嗣さんがディレクターで、稲葉篤さんがプロデューサーという形ですね。バイオハザード4とか逆転裁判とかベヨネッタ2とかに関わってる人たちで、とにかく天才の2人が作ったゲームですよ。でね、クローバースタジオっていうところはもう今はもうなくなって、今はあれだ、プラチナゲームズに変わってるんですけれども、クローバースタジオはね、他にもね、オオカミ、ビューティフルジョーっていったね、神ゲーを作り続けてきたねスタジオなわけですよね。だけどこのゴッドハンドはですね、まあ、売り上げで言うと確か売り上げ6万弱ぐらいなのかな、6万本弱ぐらいということで、まあ、商用的にはねちょっと振るわなかったゲームではあるんですよね。ただね、僕の心にはもうこの神ゲーはもう強烈にですね焼き付いておりました。このね、ゴッドハンドっていうこのゲームのねすごいところはね、まず一つはね、強烈な難易度にあったのかな、このゲームはね、ものすごい難しいゲームなのにプレイがやめられないんですよね。そこはね、そこがやっぱりこのゲームのすごいところかな。何がすごいってやっぱりその難しくてうぐーってなるんだけど、なぜか爽快感があったっていうところなんですよ。まあ、ゲームとしては、まあ、難易度っていうのがもちろんあって、イージー、ノーマル、ハードって、まあ、3種類のね、難易度から選べるんですが、どの難易度で選んでゲームを始めても、ゲームの中にももう一つ難易度があるんですよ、ね。レベル1、2、3、ダイ、これ完全に1、2、3、ダーだったと思うんだけど、まあ、それはちょっと置いといて、まあ、イージーでやってもね、このゲーム難しいっちゃ難しいんだけど、さらにゲームを始めるとゲームの中で難易度が変わっていくんですよね。敵にね、攻撃をね、食らわしたり、敵の攻撃をかわしたりすると、その難易度が上がっていって敵が強くなっていくんですよ。こう、行動が変わってくるんですよ。こっちの攻撃をかわしてカウンター入れてきたりとか、ね、まあ、なんかこうパッと見るとさ、ゲーム自体は何だろう、どこにでもあるようなアクションゲームに見えるんだけれども、まあ基本的に主人公の正面にいる敵しかレベル1の時は攻撃してこないんですよ、こっち側ね。だけどこっちがね、うまいことね、敵に攻撃当てて敵の攻撃かわしてって上手にプレイしていくと、レベルが上がって正面の敵だけじゃなくて横にいる側面の敵も攻撃してくるんですよ。でそれをうまくやりくりしてどんどんレベル上がって、レベル3とか台になってくると、今度後ろにいる敵も攻撃してくるんですよね。でこのゲーム見ての通り、カメラワーク的に後ろって見えないんですよ。見えないところから攻撃してくるんで、敵がだから、いろんなことを気にしながらやらなきゃいけないゲームだっていうところなんですよね。なのでまあゲームプレイしていくと難易度がどんどん上がったり下がったりもするっていうことで、まあ初心者にも難しいし、上級者でも難しいプレイを要求されるっていう、そういうそのまあ今死にゲーって結構ね、フォーカスされてるじゃないですか、僕的には僕がフォーカスしてるだけなのかもしれないけどもね、その2006年の頃から、まあ、死にゲーとしてかなり極めた何かを持っていたゲームでということですね。まあそういう超高難易度な、まあ、このゲームゴッドハンドのね魅力をね、ちょっとね、語っていきたいと思います。ね。さっきも言った通り、これパッと見ね、まあ、ありふれたアクションゲームに見えちゃうんだけど、これ全然違うん。本当にこのゲームはすごい。やっぱりね、難しいゲームにつきものなのはね、まあ、爽快感。爽快感が半端じゃないんですよ、このゲームは。で、まあ、難しいゲームに爽快感ってそんなもんあるんですかと。
って思っちゃうじゃないですか。そういう話になってくると思うんですけど、まあ現にね、まあ最近までずっと人気が高いそのダークソウルとかっていう一部の死にゲーには達成感とかよく言われたりするじゃないですか。ボスを倒したりクリアできた時に出てくる脳みそからのドーパミンってのすごいものがあってもうすごい気持ちよかったりするんですけど、このゲームには多分ねそれ以上もしくはそれとはベクトルの違う爽快感みたいなのがあって、このゲームね難しくてクリアできない人もいるかもしれません。僕はしたよクリア、しかも難易度ノーマルで、ノーマルって結構難しいんですよねでこれクリアできなくてもね負けてもすごい爽快感あるんですよ。でそこにはねいくつかの理由があって、その理由の一つはそのまあ敵キャラ悪いんすよ、もうね悪さしまくりなんですよ。人々を苦しめまくってるんですよ。それどころか、まあ、さっき言った通りその、まあ、難しいんですよこのゲームね。難しいわけだからゲームやってるとその悪い敵キャラがもう俺をいじめてくるわけだよね、もうゲームプレイ的にねもうあボコボコにされてるみたいなね。でそういう悪いやつら、もうゲームやっててもプレイヤーがあーってなるような悪いやつらを思いっきりお仕置きしたいと思いませんか。それができちゃうのがこのゲームの主人公のジーンでありプレイヤーである自分だったりするんですよね。でこのゲームはね基本的に敵を攻撃するときっていうのは四角ボタンポチポチ押してるだけなんですよね。したらまあ攻撃がいくつか6つぐらいかな、6つぐらいのコンボになって出てくるんですよ。でこれねこれ言い出したらキリがないんだけど、この6つのコンボっていうのも最初から決まってるもんじゃなくてゲーム進めていくとね技を手に入れるんですよ。マッハジャブとかさ右ストレートとかさ、いろんな技を6個自由に組み合わせられる。でその6個組み合わせるっつってもそのいろんな特徴があるんで、この技には敵のガードを破る性能があるだとか、いろんなね特徴のある技がいっぱいあってそういうのを自由好きに組み合わせていけれるんです。まあそれも楽しかったりするんですけど、やばいこれ全然もう話膨らんじゃうんだよ俺ゴッドハンドの話するといろんなところ膨らんじゃうだけじゃなくて、こらまあ、その話をちょっと置いといて、まあボタンをポチポチ連打してる、四角ボタンを連打してるだけで敵にバシバシ攻撃当ててって、何回か敵にね攻撃当てるとね敵がねあららってなるんですよ頭に星ピヨピヨ出ちゃってね。でそうなるとね丸ボタンを連打するゲームに変わるんですよね。特殊攻撃をねぶちかますことができるんですね。その特殊攻撃の技の数々がねもう本当に気持ちいいんですよね。結構こう敵のことボコボコにするんですよその特殊攻撃が。でさっきまで俺のことをボコボコにしてて この野郎もふざけんなよてめえこの野郎ってなってる状態でその気持ちいいボコリ技を入れるんで、しかもその技の種類もいろいろあるんですよ。お尻叩きとかはたまんないんだけどもうよくもやってくれたなこの野郎っていう具合に入れれるんで気持ちいいんですよね。だから敵にうわーってやられててもそのいい具合のタイミングでやり返せるから気持ちいいんですよ。爽快感があるんですよね。であとはこのゲームってなんか敵の攻撃をねガードしたりとかっていうのがないんですよ。その代わりねスウェー&ダッキングみたいな感じで敵の攻撃をシュッ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 って素早くかわせるんですよね。ひょい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 かわすんですよ。であとは左右に高速移動したりバク転とかで敵の攻撃をねかわしたりとかってする。でこれがね気持ちいいんですよ。これR スティックをね動かすだけで簡単にねその回避ができちゃうので気持ちいいんですよね。まあ、正直ここまで聞くとさ話聞く限り全然このゲーム簡単なんじゃないのってちょっと思っちゃうかもしれないんですけど、敵はねこっちの攻撃ガードしたりかわしたりしてくるので、ね、でスウェーで敵の攻撃をかわすとか言っても敵の攻撃にも属性があってこの攻撃はスウェーじゃかわせないとか左右に移動しなきゃかわせないよとか、なんかどの攻撃をどのその回避技で避けていくのかとかっていうのも結局は死に覚えをしていくしかないんですよね。だからちゃんと死にゲーなんですよね。でもそういったなんかそのプレイとかゲームのストーリー的なものでストレスの蓄積と解放がすごい短時間にパン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 あるもんだから本当にね
うまく操られてるんですよ、このゲームにね。ゲームプレイしてる間もう畜生ってなって気持ちいい攻撃ボコボコボコって入れるっていうね、爽快感はね、そうそう他のゲームでは体験できなかったですね、僕は。でまあもちろんこのゲームの魅力はこれだけじゃないんですよ。この主人公のね、ジーンがね、右手はね、神のごとき力を持つゴッドハンドなんですよ、腕が。あ、まあこれ話し出したら長いんだけど、と悪い奴らにね、ゴッドハンド狩りだとか言って腕切りちょん切られちゃうんですね。ちょん切られた代わりにそのゴッドハンドをつけたんです。かわいいかわいい、このオリビアちゃんが持ってたゴッドハンドをね、ちょっと何の話してんのって話になってくるんだけど、まあその辺はいいじゃないですか。今回はね、まあそういうところに、ね、じゃないところを僕は喋りたくて仕方ないんですけれども、そのゴッドハンドの力を使うことでさらに敵を気持ちよく蹂躙することができるんですね。まずはですね、一定量ゲージが溜まるとですね、ゴッドハンド右手の力を解放することができる。でその力を解放してる間は無敵状態になり、こっちの攻撃は敵はガード不能になるんですよ。まあ攻撃の種類自体は普段使ってる通常技と変わらないんですけれども、なんかさっき言った通り、その敵から囲まれると結構ピンチが訪れやすいゲームなんですよ。だからまあ1対1に持っていく局面をどれだけ作るかっていう、まあよくある他の死にゲーと同じような状況ではあるんですけれども、気持ちよさをプラスするために囲まれてても無双をちょっとできるような状況を作られてるんですね。であとゴッドリールっていうのがあって、これもね、特殊技をね、ストックを消費して使うんですけれども、もう特殊技なんだけどね、これがね、さっきのゴッドハンドの解放とはちょっと違って、ド派手な技だったり、ちょっと笑える感じの技になっていたり、これも気持ちよかったりするんですよね。もうだから散々俺のことをいじめてきたら、もう我慢ならんねえっつって、もうぶちかましてやるっていうのも気持ちよさの一つだったりします。こういったね、まあ憎い敵に対してスカッとできる方法をいくつも持っているっていうところが、このゴッドハンドがね、気持ちいい、死にゲーでありながら気持ちいい爽快なゲームである一つの理由なんじゃないかなと思っております。まあね、とにかくその丸ボタン連打するだけの特殊技なんかは、まあ、ともするとただのね QTE だったりするんだけれども、その技自体の爽快感とそれを得るための、まあ、敵の凶悪さとかゲームの難しさが伴ってるんでね、QTE に行くまでの間にこっちのストレスはものすごい溜まってるわけなんですよ。クーってなってて、それをボタン連打で解放できるっていうんですから、すごく気持ちの QTE になっております。あとはキャラクターがやっぱり素晴らしいですね。キャラクターっつっても雑魚キャラクターはまあある程度ね決まってるんですけど、ボスキャラクターとか中ボスっぽいキャラクターなんかはね、すごく魅力的なキャラが多いですね。まあ基本的にね、出てくるやつらどいつもこいつもなんか北斗の拳の雑魚キャラなんじゃないかっていう感じの敵キャラなんですけど、まあその方がさ、敵の悪さみたいなのが際立つじゃないですかね。でもなんかちょっとね、愛らしく作られてるんですよね。なんかさ、なんていうか、まあ、完全にこいつパクッじゃなくて、オマージュだろうみたいなね、何かしらのオマージュだよねみたいな、そういうキャラがね、やっぱ多かったりするんですよね。まあ、何のオマージュなのかは、まあ、特に今は言いませんけどね。まあ、正直だから、その、まあ、気持ちいい状態がずっと続く。で、ボス戦すらもね、気持ちいいんですよね。ボス戦はまあ1対1の戦いで、ストレスをともすると感じにくかったりはするんですけれども、まあ、やっぱりなんだろう、さっき言ったその QTE がね、かなり気持ちいい仕様になってるんですよ。強い敵をこうちょっと蹂躙するような感じで、オラ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 ってやれる、そういう気持ちよさってすごい強あるなと思ってるんですよね。でやっぱりこの難しいゲームではあるものの、やり込んでいくと敵の攻撃なんかも全部かわして、こっちの一方的な攻撃だけを常に入れ続けてっていう、そういうプレイがねできるようになっていくんですよ。あ、ちなみに僕はそのレベルまで達しませんでした達してなかったんですけども、まあ2006年当時はまだね、 YouTube みたいな動画サイトとかでゲーム実況バンバンあるっていうのはあんまりなかったんだけども、ちょっとマニアックなピアキャストっていうツールで、まあ、ゴッドハンドプレイして実況してる人たくさんいたんですけど、うまい人は本当にそういう人たちのプレイを見るのはね気持ちよかったりする。今 YouTube でね、ゴッドハンドの実況プレイを探してもね、あんまり数がないんですよね。というのもゲーム自体がちょっとやっぱり手に入りにくいんですよね。中古でプレステ2で買おうとしても Amazon 見ると1万円超えてたり、
あとはゲームプレイする方法って、プレステ3のなんかアーカイブでこれできるのかな。でもプレステ3でしょ、今もうプレステ4に移り変わってもだいぶ経ってるんで、このゲームをね、じゃあいざプレイしようと思ってもなかなかちょっと大変なんだけれども、カプコンさん、カプコンさんお願いします。いや、クローバースタジオはなくなっちゃったけれども、オオカミはできたじゃないですか、そのリマスターの発売が。カプコンさん、というわけで今日はですね、神ゲーゴッドハンドを紹介させていただきました。いやー、死にゲーって本当未知の可能性を秘めてますよね。なんだこの締めくくりはと思いながらも、まあ興味が湧いた方はぜひ買ってみてください。買えねえけどな。というわけで、刑事チャンネルの動画でした。最後までご視聴ありがとうございました。また別の何かしらの動画でお会いしましょう。じゃあね。